コロタイプカシラガ骨のキャスト模型生体復元創造図人との大きさ。比較図ンキュケラトプスは約7200万年前から約7100万年前にかけての時代にアパラチア大陸に生息した植物食恐竜である。長万目就職党アモクツノリュシタメケラトプス化に分類される。目下のところアーノタス種の一種のみが知られている。全長は約6メートル。 アンキケラトプスは1912年カナダアルバータ州のレッドディア側で最初の標本が発見された。ホロタイプは頭蓋骨の後ろ半分で長いフリルを含んでいる。そして他の部分的な頭蓋骨がいくつか同時に発見された。それらは現在、米国ニューヨークにあるアメリカ自然史博物館で展示されている。1924年には1体の頭蓋骨が チャールズ・エム・スタンバーグによって発見され、アンチャイセラタップス・ロンドストリスとして記載された。それから5年後の1925年、他の種がスタンバーグによって収集された。それは頭蓋骨の一部が不足していたが、最後部の脊椎まで完全な脊柱を保存しており、それまでの角流化石の中で最も完全な骨格である。スタンバーグの資料は、オタワにある、 カナダ自然博物館で収容されている。その後、他の資料がアルバータの一つあるいは二つのボーンベッドで発見されたが、アンキケラトプスについてはほとんど記述されなかった。アンキケラトプス族の命名、記載は1914年にアメリカ人古生物学者バーナム・ブラウンによって行われた。この新たな化石は、その形態からモノクロに、 ウスとトリケラトプスの両系統に近縁であり、その両者の共通の祖先であるとされ、角のある顔に近いもの、という意味の古代ギリシャ語に由来する俗名が与えられた。今日、唯一の明確な種、エイヤーノタスが知られている。これは、その華麗なフリルにちなんで命名されたものである。二つ目の種は、チャールズ・エム・スタンバーグによって1929年に記載された。 戦術の A ロンドストリスである。しかしこの種は、今日では、模式種 A アーノタスのシノニムであると広く信じられている。ありがとうございます。